どうもショウレです。横落ち前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんて前回予告したように連動ダンジョン行ってみたいと思います。一応まあなんかタカの方の、カセットを自分の方のやつに入れて DS に入れて、セーブするだけで多分 OK なんで、セーブしたんで多分もうこれで OK になってるはずなんですが、まあ、とりあえず廃屋行きましょうかね。こっちからか。これでいけてるはず。まあ、よくわかってないので、まあ、公式ページ見ながらやったんで、多分大丈夫だとは思うんですよ。なんかランク C の反応あったけど、まあ、ええわ。今は連動ダンジョンとる。うん。連動ダンジョンでしょ、やっぱ今は。行きたいと思います。連動ダンジョンに。なんか、強そうな感じがするんですけどね、ガシャドクロ。どんな感じなのか。よくわかってないんですが、この上ですね。廃屋があったと思うな、この上に確か。あった。ありますね、廃屋。レギュラーではなく、廃屋。めっちゃしょぼいな。ガソリンのネタ。あ、おった、こいつ。謎のおじさん。なんじゃ?意味ありげにここに立っているように見えるだろうが、何もないぞ。と思わせつつの、君にはこれをあげよう。どこで使えるか絶対教えないぞ。あ、もらいましたね、普通に。ここで使えます。おう。目的。目的じゃない。ん?おう。なるほど。おう。これでいけるようになりましたね、多分。まあ、セーブしようか、一応。配役の鍵もらいました。では、先進んでみましょう。ガチャ。何これ?あやかし通り1号線。え?なんかやたら強そうな弁慶できたぞ。人任せに弁慶。これ捕まれるんかな?あ、捕まれる。まあ、一回戦ってみるの普通に勝てるかどうか問題やから。え、めっちゃ強いやん。強っ。めっちゃ強いやん。まあでも、勝てへんことはないかも。よっしゃ。いけい。100万枚返し2級 !9! おら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 。頑張れ、勝て。よし、いけい。前のめり。よっしゃ。結構経験値くれそうやな、でもここ。敵は結構強いですね、ここの敵は。おお、300くれる。経験値めちゃくちゃ多いぞ、ここ。いいね。ただちょっと結構厳しそうな感じはするぞ。すでに。まあ、頑張ってみるか。1号線。お、宝箱。お、雷鳴のバッジ?なんでしょう、これは。1号線ってぐらいか2号線もあるんやろな、多分。そんな気がしてきた。ああ、素早さプラス30。おお。まあまあ、いらんかな、まだ今は。え?あれ、見かれんの?できれば敵戦ったら負けそうやから。あ、なんか落ちれた。2号線来たぞ。入られへん。え、これどこなんやろ。うわぁ、めっちゃ追い詰められる。おこむしゃ、不用心棒、いけ。技使ってから勝てへんっぽいな。お、勝てそうや。あ、いけますね。なんとか今やっていけそうです、まだ。突っ張りよろしく。よろしく。えい。にゃろめ。いけい。おバカワールド。オッケー、キャンセル。痛い。にゃにゃ。オッケー、いいね。なんとかやっていきそうですね。しかも、経験値が多いんで、レベルアップしながらやっていけるんで、結構いい感じかも。
んてんてんてん。逃げながら戦おう。とにかくボスまで行きたい、できれば。金のガシャドクロまで行ってやられたやられるなら。でも結構なんか遠そうな感じするな。パックンちょ。あー、明かりパックン来た。てんてん。幻。珍しそうなやついっぱいおるな。早い、こいつらめっちゃ動きが。集中攻撃。何？結構強い。いや、回復ちょっともったいないな、ここで。よし。わざわざ使わせてもらおう。まずい！わふぅ！危ない！逆万流しに行く !9! あらららららら！お払いしましょう。よし。おぉ、40経験値増えた。経験値めっちゃ多いぞ。ヘラキン行ったるでーが行ったるでー。いいねー、めぐれ警部強い。めぐれはこういう時役立つな。 HP 回復できるし。妖術大百落とした。おお、仲間入ったぞ。幻押し。おほほ、なかなか見事な戦いじゃったの。気に入ったぞ。ラッキー。麻婆豆腐みたいな。ヤンボー麻婆みたいな感じやな。マーク。マークにしよう。オッケー、ゲット。ゲットだぜ。デンデランデンデン。HP がやばいぞ。まあ、ええか。行くか、このまま。え？行けんぞ、先に。あれ？どういうこと？え？これどういうこと？どういうこと？どういうこと？あれ？え、先進まれへんねんけど。どういうこと？なんやこれ、先進めになったぞ。あ、やばい、やられた。そう、なんなんやろこれ、よくわからんけど。とりあえず、あ、やばい、ペロキンやばい。よっしゃ、45。いったるでー。オッケー、めぐれ警部強い。切る切る。魂食い、玉食い強し。しかもやけに敵が復活するスピードが速い、このエリア。え、行くとこなくないこれ。え、これガチで行くとこないやんこれ。あ、あった。わかりにくい。わからんやろ、これ。めっちゃわかりにくいけど、地味に行くとこあった。よし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 。やった。やった。おーし、駆け抜けるぜ。4号線来たぞ。HP1 か、やばいな。回復しよっか、HP。まあ、できれば梅おにぎりで回復したいな。やばい、もう回復アイテムないぞ。これやばいな。気持ちいい生活ですな。敵から逃げていこう。これは4号線、これどこまであるんや。逃げる、俺は逃げるぞ。逃げる。ゲット。お、運命の指輪？なんかやたらレア度高さの指輪ゲットするぞ。持ち物。運命の指輪ね。どれだ？あった。ああ、これか。2個持っとるやん。
まあまあ走らん方がいいな。妖怪追いかけられた時走ろう。行き止まり。よし、こっちか。逃げる。お、ありました、穴が。これどこまで続いとんや、これ。お、5号線来たぞ。出れた。何？あー、あっちスネフンっぽいな。お、水星の腕輪。ここアイテムがなんかかなりレアなやつしかないですね。逃げる。逃げる逃げる逃げる。おっしゃ、逃げた。え？ 6 号線来た。これは？こっちじゃないと。でも、一本道やな、これ、基本的には。ちゃんと、道があるな。よーし、アイテムを取ろう。おお、特徴霜降りあった。やば、ここ。やたら AI のあるんだ、アイテム。さすが、連動ダンジョン。レアアイテムがあるね、やはり。しかも敵もめっちゃいっぱいおるぞ、いろいろ。お！あがし、ランプウェイ。早くもワープしますか？なんでワープすんねん。いえいえ。これボスかもしかして。違うか。ランプウェイ。ランナーウェイじゃん、ランプウェイ。中間地点みたいな？あやかしドラ、本線来た。お！これラスト？もしかして。あれ？どこ行くんや、これ。あ、入れた。えい、通りまーす。あ、やばそうなやつ来た。やばそうなやつ来た。逃げよう。速度。どこまであるんや、これ。あやかし本、あやかし通りどこまであるんや、これ。あー。お、ゴーゴージャンクション。なんだ、ここ。え、なんか、戦えるのかな、あれ。でもなんかやばそうやな。行ってみるしかないか、これ。お、銀閣。なんか、妖怪のランク上がってない？これ。気のせいかな。妖怪が強くなってる気がするぞ。え、金のこけしゲットした。マジで？ここめっちゃええやん。これ死んだら、もしかして手に入れへんパターン？ぽいな。うわ、銀閣おった。それ戦ってみるか、ちょっと一回、適当。よし、こいつ戦ってみよう。誰かわからんが。ザンバラとメゾンド忘れ。銀閣。全員ガードしなくなる。なんかやばそうやぞ、これ。やけに強そうな感じするけど、まあいいか、行ってみよう。あ、勝てる。まだいけますね、これやったら。でも、金のこけしゲットできたら熱いですね、ここで。またか。あとはアイテムが足りるかどうかですね、ポイントは。おお、刺された、待った。おお、ゲットした。武蔵。武蔵ギャリー。焦んねえ、目は。アイテムだ。オッケー。おにぎり一戦。セリアお米最高ペロキュンくすぐったいわ牛乳が好きなのこいつこいつはジュース牛乳あげようかな牛乳これいい味わいじゃ味わいじゃダラン切る切る切る HP 高いな行ったれマジで攻撃の陣形に行こうえおにぎり死んでも取るやんいつの間にかやるなこやつらにやらめよしおにぎりの敵撃ってくれるわほら敵がやっぱ強いですけど、まあ一応勝てますね。なんとか。経験、お、中継でも2個落としたこいつら。めっちゃええやん。めっちゃええやん。マジか。めっちゃ落とすやん、いいの。ここめっちゃ熱いぞ。レベル上げといた方がいいな、これ。とりあえず。まあ、巡り上げとくか。
で、あとは、ウィスネを使っとこう。はい。まあ、このところかな。あとは、そうやな。よし、これで使っとこう。OK。いけるかな。経験値がめちゃくちゃうまい。あ、繋がっとるわけ？なるほどね。まだ敵復活しとるやん。逃げようと。まあ、じゃあ敵はかわせますね、一応。逃げる。お、次の行くとこありましたね。ゴーゴージャンクションの次は？裏道。どこまでやるんや、これ。本線があったり、速度があったり、裏道があったりって、これ。キリないやん、こうなっとったら。アイテムだけは取っていきたい。マジで？お、超経験値玉ゲットした。しかもなんかよくわからない人追いかけると。超経験値玉って、8000経験値上がったっけ？あれ？あ、もっとこっちか。うわー、来たー！ 8000 経験値。誰食わそう。まだ置いとくか、ちょっと。置いとこう。逃げれますよ。あ、おった！金ガシャいましたね。でもこのダンジョンかなり上手いですね、これ。上手すぎるな、このダンジョン、マジで。よし、貯めとくか、一応。よし、餃子。これでいくか。超経験値のレベル上げとくべきかな。まあ、レベル低いのめぐれ警備やからな、上げるとしたら。あー、どうしようかな。まあ、使っとくか。よし。並びました、レベルこれで。全員。よーし。このパーティーで勝てるかどうかです、この、銀ドクロに。いいえ。ドクロ注意、危険。あー、行くか。行きます。せっかくここまで来たしな。まあ、結構本面ゾーン強いはずやから行ってみよう。来たー！ガシャドクロ G！ あ、ゴールドってことね。ガシャドクロゴールド。出たか、この野郎。いざ参る！狙おう。ガシャ引く前にやる。ガシャ引かれた、まず。あー、引きやがった、こいつ。赤カプセル、炎が飛び出す。強めっちゃ強いやん。あー、これ無理やわ。強すぎ。ガシャドクロ強え。あ、またガシャ引き寄りでこいつ嬉しそうな。これ無理やわ、もう絶対。あ、ラッキー。全然食らってないやん、ガシャドクロダメージ。突っ張りよろしくー。これはでも無理ですね、完全にね。うわー、一撃か。いったるでー。あ、読んだ読んだ読んだ。ガシャドクロジ強すぎるわ。赤や、あ、もう終わった。あー、322。強すぎる。ガッシャーン、強すぎる。やろめ。H4 は全然減ってないしな。これは無理やな、絶対。金カプセルみたいな、どうせやったら。赤や、また。あー、焼かれて。終わるよ。いやー、これは強いですね。だいぶレベル足りひん気がするな、ガシャドクロ。え、これどうなる？アイテムとかは？ヒカル君、危ないところでした。急ぐこともあると思います。力をつけてもう一度戦いましょう。レベル下がっとる？お、レベル上がったまんまや。でもこれアイテムと経験値はそのままもらえるみたいですね。お金は減っとんかどうかわからんけど、まあ金のこけしゲットしてる時点でお金はもうプラスなんで、かなり熱いな、これ。今回熱かったな。連動ダンジョンかなりね、熱いです。アイテムもいいし、経験値もうまいし、まあ多分あのボス倒したらレアガシャ引けるみたいなんで、妖怪も手に入るし、で
かなりね、熱いかなと思いました、個人的には。ぜひ、まあ、連動ダンジョン行ける方は行ってみてほしいなと思います。はい、というわけで、今回のではこれで一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。